GM チャンネルスタッフ。ゲームマーケットがお送りする GM チャンネルスタッフ動画です。今回の担当はしのぶと健太郎とお越しやすやまだです。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。ですね、今回はジムリーダー戦をやっていきたいと思います。お願いします。じゃあ早速いきます。まあ前回言って早速やりましょうということで、そうですね、やっとレベルがねもう余裕で5を超えたのでだいぶ強いですよこれ。このパーティーでいきたいと思います。あ、でもナッシー強いですね。ナッシーね、昨日出てきた。これはすごい。さあさあ、あ、でもタイプ的にはタイプは一緒はいい。あ、おおお、めっちゃ、え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 、一撃、え、嘘やろ。嘘でしょ。めっちゃ強い。え、あ、そんなに相手スキル使いすぎでしょ。マジ、マジか。何これすごい出落ち感があったけど。なんか、ただ、あ、やられた、やっと。カイロス、カイロス。お、あ、これいけるんですか、1体目。おー、あ、え、相打ちにすらなって。あ、あ、すげえ、ホルジャラが。ホルジャラが。もう無理でしょ。あ、え、勝った。実は俺が2匹くらい倒してた。なるほど。え、そんなコンビプレイできるんですか。あ、これもしかして白い時は、白い時はポケモンここに置けます。お、獲得、無事獲得しました。なるほど。これ白いジムになっている時はポケモン配置できるんですよね。そうです。で、これはガンガン同じジムに挑戦しましょう。ちょっと今一旦あ、回復するわけですね。そうそうそう、今ジムがレベル1。あ、ポケモン配置できるから、これケンタロウさんも僕もね、赤チームなんで。そうだね、ポケモン配置できればしたいですよね。あ、あ、もう一回やられた。早っ。今多分ね、しのぶさん画面戻ったら絶望を覚えますよ。あれ、どうどうが目の前、なんか俺違うところにいるんだけどあれ飛ばされた。こ、見てください。多分ね、あの奥で、はためいている、でっかい竜が、そうです。さあ、海竜。あ、でも、1300か。いけそうですか？いや、氷タイプのポケモンがいればいいんだけど。そう。そうね。いないんね。うん、ラプラスとか持ってればね、いいんですけど。ケンダーさん持ってましたっけ？いや、俺、持ってない。一回配置できたから、経験値はもらえるんだ。配置さえすれば。配置さえすれば、一回経験値がもらえる。ね、そう、挑戦しましょうよ。じゃあ海竜に。なし、無理でしょ。行く、行く、行っちゃいましょう、行っちゃいましょう。よし、行きます。また同じチームでお願いします。あ、サンダース、頭はまずいかな。最初の敵は海竜か。嘘、めっちゃあ、でも結構削ってるんじゃないですか。半分近く。あ、でもいいっすね、いいっすね、いい感じですよ。半分削りました。さあ、ドラゴンで、サンダースはスピードがめっちゃ速いんで。あ、結構じゃあ避けれるわけです、ね、なんで回復したの。あ、びっくりした。お、倒しました、倒したよ。お、あ、今や、今や、さあ、いいのやつ、いいやつ、一番いいやつ、一番いいやつ、今ある、一番いいやつ、ナッシー、オッケー、これでよし。ただナッシーは僕の手元からいなくなりますと。いや、でもいいですよこれは。ただあとはジムレベルを上げるためにこれ、はいはいはい、同じ、なんつうの、また赤の人は赤同士で戦うとジムレベルっていうのが、ジムレベルっていうのが、まあ今は3で、6000あるんですよ。結構高いですね。そう。で、だいたい、名戦2000ぐらい、勝てば名戦2000ぐらい減らすんですけど。はいはいはい。じゃあそれが目安。そうそうそう。すでに誰か1回負けてるね。1回誰か負けてるね。マックスがこれ8000なんですね、最初は。そうそう。マックスが8000。なるほど。で、なんとかね、ジムを奪うことができたので、この辺で終わりにしたいと思います。はいはい、よかったですね。はい。皆さんもね、ジム戦ね、これね、どんどんね、経験値とかもらえるんで、そうですね、やってった方がいい。休みの日とかもう張り付いて、ひたすらジム戦。張り付くのはダメ。張り付くのはダメですか？張り付くのはちょっとあんまり健康的によろしくない。本当ですか？で、近くのポケストップ軽く回って、まあまあまあ、ジム来て、みたいな。そうそう。昔だってね、ポケモンやってた時そうだったじゃないですか。草むらで経験値稼いで。で、毎回行って、ねえねえ、なんかその、微妙なトレーナー倒す。はい。よかった。そろそろ終わりにしたいと思います。はい。GM チャンネルではですね、大体ほぼ17時に配信してますので、皆さん見てください。
はい、はい、あとチャンネル登録もねできればしてください。お願いします。ちょっとねポケモンやっていきますよね。はい、はい、それではさよなら。ありがとうございました。 GM コイン